何度も言いますけど、やっぱ今ご本人様はその平気に行かれてるわけじゃないですか。高評価ボタンもぜひぜひよろしくお願いいたします。今回はですね、ホープオンザストリートドキュシリーズ、こちらティザートレーラーが出てまいりましたということで、見ていきたいなというふうに思ってるところでございます。著作権の関係がどうなのかっていうのはちょっとわからないので、リアクションっていうこの文字がサクッというふうに入っているところと、音量最初ちょっとこちらで聞かせていただいて、今 BGM 流れてるかと思うんですけれども、よろしくお願いいたします。それでは、真夜中のリアクションちょっと見ていきたいと思います。いきましょう、レッツラゴーツ。おーおーおー、okay. おー、これやばいですね。あー、金さんだ。 Run on the street パピーオス、グッチョーさん、わー、これやばいじゃないですか。ちょっと、マーチの23、0時からニュードキュメントシリーズカミングスーン。あ、え、プライムだ。お、YouTube プライムで見れるっていう。あ、待って、これちょっと待って、これまだ見てなかったやつ。あ、こんにちは。イエーイ。イエース。おお、あ、書いてありますね、3月28日エピソード1だ。うん、うわー、待って、でもこの映像もさ、だからずいぶん前に撮ってるっていうことですよね。すごくないですか、もう。だからもう感覚が信じられないですね。Hop on the street! Yes! ほんまや、Amazon プライム TVing。やばい、やばい。このロンティの雰囲気とかね。おー、ウィーン、ドンっていうところのこのヒットの感じ。これ、ビデオカメラがここにありますよね。なんか月末の審査とかなのかな。見てください、このスタジオの、なんだろう、年季の入り具合というか、小ささというかね。これなんかもう、なんでしょう、化粧台じゃないですけども、ここでメイクとかもちょっとこう済ませて、そのまますぐっていう感じですよね。この奥行きとかさ、このソファーのなんかね、ここら辺とかちょっと破けてるのかな、布がとか、このね、何です、こういう白彫りじゃないですけども、こうね、ペーって垂らして、そこでちょっと写真撮るんだろうけれども、足元の部分とかちょっとこうね、破れちゃってる感じというかさ、なんかすごいですね。ここから始まってるって考えると、もうすごいことだな、本当に。もう本当にこう考えると、ずっと踊り続けてきてるというね。振り返ってみようはやばすぎるですね。うわー、金さんですよ。え、待って、しかもこれ日本じゃん。え、いつの間に日本で金さんと。一番大事なのは学びだと思います。ほんとそうでございます。新たダンススクール、ポッピンイン大阪、グッチョンさんですよ。ちょっとグッチョンさんっていう、まあもう本当に日本を代表する、あ、日本代表、日本&世界を代表する、もう超すごいダンサーさんがいらっしゃいまして、僕も実は学生時代の頃にワークショップとか受けたことあって、本当にワークショップのレベルとか難しくて、ですね、こっちで三角を取って、右手で三角を取りながらこうやってリズムを取って、こっちの手で四角を取るみたいな。で、あ、でもさっきからちょくちょくブガルーキンさんが、キンさんっていう方がいらっしゃって、ダンサーさんで有名な方なんですけども、でヒップホップ in ニューヨークですよね。もうだからそれぞれのもう本場のメッカに行くみたいな感じですかね。金さんがだから一緒に、ま、巡ってくださってるっていう感じなのかな。わーお、29日、ボリューム1。そういうことか、ユンジンちゃんとかグクちゃんと一緒に曲出てましたって。しかも今これトラック聞いたら、確かしいろんな音、ダンスのジャンルの要素で作られてますね、ちゃんとね。ポップ、ロック、ヒップホップ、ハウス、あと、ブレイキンとかもあるのかな、この感じだと。ワック、ブレイキンとか、そういう感じなのかな。6ジャンルみたいな感じでやっていくんですかね、この辺りとかね。わー、やばいですね。
ちょっとワクワクしますねこれね。真夜中でございますけども、ということで、リアクション動画撮ってみたというところでございますけども、やばいな、グッチョンさんでしょ。本当にすごいダンサーさんとコラボされてるというか、あの世界中のダンサーさんがやっぱりこう認める、もう日本の、まあ、トップクラスのダンサーさんですし、世界トップクラスのダンサーさんと大阪で、すごいな、なんかすごいですね。何度も言いますけど、やっぱ今ご本人様はその平気に行かれてるわけじゃないですか、っていうところもですよね。なんか時間軸が2つある感じというかね、勝手に何だろう、僕らは僕らでこうしてこう楽しませていただけてるということもなんかすごいですし、なんか信じ、なんか不思議な感情ですね、気持ちというかね、めちゃくちゃ嬉しいっていうところでございます。ということで、ぜひぜひ皆さんもコメント欄で教えていただけたらなというふうに思います。感想の方お待ちしておりますので、よろしくお願いします。ということで、深夜の真夜中のリアクションでございました。ありがとうございました。お疲れ様でございました。ではでは。